大阪エコ農産物販売風景。大阪エコ農産物とは、大阪府内で生産された農産物のうち、農薬や化学肥料の使用回数を大阪府の定める基準以下になっているもので、は種日や収穫量などの生産計画とともに、大阪府庁に届け出を行い認証されたものを言う。主な農産物は、水筒、大豆、野菜、果樹、花であり、 2008年には2586件、2010年には3377件が認証されている。また、大阪府内4カ所のノート緑の総合事務所に所属する専門技術者である普及指導員が農家への技術指導や認証事務を行っている。2001年12月より認証が始まり、市場出荷は2002年4月から始まった。 大阪エコ農産物として認証された農産物は生産時においては補助に認証された旨の表示看板をするとともに販売時には認証マークを添付することができる。なお、有機農産物との違いは肥料及び農薬の使用が認められている原の薬原化学肥料農産物であることである。大阪エコ農産物のうち野菜については特にエコ野菜と呼ばれており、 この野菜を用いたエコサラダが2009年より販売されている。また、東大阪市内の農業共同組合が大阪エコ農産物の販売促進とともに、最近10年間で20%以上減少した同市内の都市農地の減少を食い止めることをも狙ったファームマイレージという反則ポイント制度を2009年により行っている。各府県や JA でもエコ農産物、 エコ野菜の認証が行われている。その基準は原化、原価学の応約、原価学肥料を採用していることが多い。故障持ち場エコ農産物、石川県エコ農産物、茨城エコ農産物等、懸命にエコ農産物の文言をつけたものが多い。また、宮崎県のように、宮崎エコ野菜と野菜を特に取り上げて、故障をつけている場合もある。 1999年の JAS 法改正により創設された有機食品の検査認証制度によって有機農産物と表示できる条件が非常に厳しくなったため県農薬原化学肥料の農産物について新たな認証を求める声が生産者や消費者から高まった。1988年に岡山県で独自の認証制度が制定されて以来 2001年には大阪府を含む多数の都道府県で認証制度が創設された。これらの都道府県の認証制度を包含する形で2001年に農林水産省が特別栽培農産物に係る表示ガイドラインを改正して現農薬、原化学肥料の農産物を特別栽培農産物と表示して生産、出荷できるようになった。 都道府県の認証制度には、この特別栽培農産物に係るガイドラインと、同レベルのものや、上乗せ基準を設けたものなど主示あり、大阪府の大阪エコ農産物認証制度は、上乗せ基準を設けたものとなっている。特別栽培農産物の定義中、化学合成農薬からは、有機農産物ジャス企画で、使用可能なものは除く。例、フェロモン剤。ありがとうございます。